こんにちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はこちらのお弁当をいただきたいと思います。千葉県の千葉駅のお弁当、万葉軒のお弁当でございます。今回いただくのはこちら、夏季限定のひまわりでございます。このひまわり弁当をいただきましょう。万葉軒といえば菜の花弁当というお弁当がありまして、これが万葉軒を代表するお弁当の一つなんですけども、やっぱり万葉軒のお弁当はこう菜の花というのは千葉県の花なんだけど、そういう風に花の名前がついたお弁当、ひまわりというのはいいんじゃないでしょうか。ひまわりというとひまわりの話で盛り上がって以来、まあその話をしているとちょっと長くなっちゃうんで、今回はそのひまわりが好きだっていう話はね、ちょっと割愛したいと思います。で、今回はですね、こうして、この軽トラスタジオの、いつもは軽トラの中で食べるんですが、今回は軽トラの荷台のこの後ろの倒す部分を倒しまして、そこに板を敷いて、テーブルクロスらしきものとしまして、テーブルクロスではなくタオルを敷きまして、そこの上にこの紺色の布を敷いて食べております。じゃあこちらの弁当早速開けていきましょう。で、ちょっとねこれね、本当は今もちょっと聞こえないと思うんですけども、ここ線路が通ってまして、人の家の駐車場で勝手に動画撮っちゃまずいですから、そうではなくてですね、ちゃんと駐車場で撮ってるんですけども、本当はね、ひまわり畑みたいなところで撮りたかったんだけど、今年はね、ひまわりの咲き状況があんまり良くないんだよね。ひまわりの咲き状況の関係もあって、今回はですね、こちらで撮っております。ちょっとまたひまわりの話しちゃうと、どこのひまわりがいっぱい咲いてるとかすると、本当にひまわり大好きなんで長くなっちゃうんで、この辺でやめておきましょう。それではこちらのお弁当を早速開けていきたいと思います。よいしょ。で、この、いいね、今回はこういう感じの紙ですよ。飾り紙っていうんですか、これ。これで、私の唐辛子 TV の前は早く食えよって言われるかもしれないんですけども、まあそれはこの唐辛子 TV はその前によく喋るということも唐辛子 TV の特徴の一つだと思いますので、ちょっと喋らせていただきました。で、こちらもお弁当のお箸が落ちてきましたね。万葉軒のお箸の場合は何種類かお箸ありまして、今回はどのパターンのお箸がついてるかということなんでございますが、今回はこちらのパターンのタイプのお箸でございます。ちょっとですね、夏も本番になってまして、セミの鳴き声がだいぶしていて聞きづらいかもしれませんが、その辺もご容赦いただければなと思います。で、こちらの飾り紙を取りまして、で、この飾り紙は私が電車の音で聞こえないな。で、この飾り紙は私がこの後々声を入れる時の大切な資料になりますので、こちらは大切に保管いたしまして、お弁当を食べていきたいと思います。おー、いいですね、こんな感じでございます。きた、ほら、うまそう。この色が素晴らしいね。それではお弁当の中をじっくり見ていきましょう。白いご飯の上に錦糸卵、うなぎのかば焼きが乗っております。入っているおかずは赤魚浜焼き、イカ白焼き、白身魚のふわらか豆腐、鶏つくね串、卵焼き、花かまぼこ、野菜の揚げ出しが、かぼちゃ、なす、ミニトマト、ししとうが入っていまして、刻み野菜の醤油漬けで、最後は水まんじゅうも入っております。それではこちらのお弁当をいただきたいと思います。こう思った方がいいのかな。こちらのお弁当をいただいていきたいと思います。もうこれ見た目も素晴らしいな。これひまわり弁当って言ったけど、ほんとひまわりみたいだよね。この黄色い葉っぱの中にうなぎがある。この中のこのうなぎが種になる部分みたいで、これはですね、今後の私がお弁当作ることはないと思うけど、なんか作る時があったらこれは真似したいね。それでは早速いただいていきましょう。もうこれだけあるとどれから食べようか本当に迷ってしまいます。まずは、まあね、何がいいんだろう。ご飯だね。この錦糸卵が綺麗に乗ったご飯。万葉軒といえば菜の花弁当、さっきも言いましたけどありますけど、あれもお花をイメージしたお弁当だけど、本当にね、お花をイメージしたお弁当でひまわりっていうのができて本当に嬉しいな。なんか万葉軒の時代を感じる。この時代の流れをね、今も引き継いでるような感じでいいなと思いました。ちょっと早く食えよって感じだよね。いただきます。やっぱこっからいただこう。ご飯から万葉軒ご飯美味しいからな。いただきます。うまっ。この錦糸卵の甘みとご飯がすごく良かった。ほんとうまい。あ、すいません。この錦糸卵と甘みがご飯がすごく良くて、ほんとにうまい。今ちょっと隣の人と目が合ってしまいました。
そしたらもうメインのうなぎを早速1個いってみましょうか。続きましてうなぎいただきましょう。こちらでございますよ。これピンと合ってるかな。ほら来た、こちらのうなぎいただきます。うまっ、うん、これはうまいわ。うん、うまいな。夏に外で食べるご飯、お弁当いいですね。今何やってんだろうと思ったんだろうけど、まあいいや。この刻み野菜、醤油漬けを食べることによって口の中に唾液が広がって、それでご飯がまた進む。うん、鶏つくね串行こうと思うんだけど、このまたつくねのこの竹、楊枝とか串が、ただの串とか楊枝じゃなくて、こういう風にもう、なんていうんだろうね、このいい感じの串を使ってるよね。いただきます。うん、うまっ。あ、このつくね感最高だわ。で、やっぱり万葉軒といえばこのお惣菜関係、夏野菜の揚げ出しいただきましょう。まずはししとうです。うん、うん、本当に夏を感じられる野菜だわ。トマトも入ってます。トマトがいいんだよな、本当。いろいろまだまだあって迷ってしまうんですが、この間食べたこちら、これがねすごく美味しいなと思ったんです。白身魚のふわらか豆腐、これに枝豆のあんかけがかかってます。うん、もう口の中で溶けるスイーツのムースを食べて、それが和風の感じで口の中に広がるような感じ。もうこれが豆腐ってついちゃうんだから、もう贅沢すぎます。で、続きまして、もう全部がメインみたいな感じだから、どれから食べようか本当迷っちゃうんだよな。電車がすごい通るな。こちらが赤身魚の浜焼きでございます。いただきます。もう、もうこれもご飯にすごくよく合います。こっちに持って食べればよかったのかな。まあいいか。花かまぼこいただきます。ザ・万葉軒って感じだね。うん、かぼちゃもうまい。私個人的にはナス、あ、間違えちゃう、個人的にはナス、個人的にナスだったら困っちゃうね。個人的に大好きなナスも入ってていいですね。うん、イカの白焼きいただきましょう。柔らかで、卵焼きも入っております。卵焼きがいいんですよね、これ。錦糸卵も入ってるし、卵焼きも入ってる。うん、もうほんとうなぎが美味しいから、うなぎを食べるタイミングを迷ってしまいます。ということで、最後の方まで引っ張ったうなぎをもう一個いただきます。うん、うん、最後の方まで取っておいたつくねです。うん、これうなぎうまいな。前も万葉軒のうなぎが入ってるお弁当を食べた時言ったんですけども、本当にうなぎがふわふわ でしかもこう厚めに切ってあって、これはねすごいうなぎを食べてる感が本当にある。で、最後にこの水まんじゅう、和菓子ですね。和菓子の水まんじゅうもこうして綺麗に入ってるわ。これいいよ、これ最後に食べたら、なんかこの暑さを忘れられば、暑さを忘れさせられるような感じのこのお饅頭になってます。いただきます。うまっ。ということで、今回は千葉駅の駅弁、万葉軒の期間限定夏だけのひまわり弁当をいただきました。どうもありがとうございました。グッドポーズ、本当に美味しかったです。これはまた、なんか最近万葉軒のお弁当にはまりかけてるけど、また他のお弁当も食べたくなってきました。